少年1962年4月号の表紙、長島茂芸といすずべれる少年は公文社発行の月刊少年漫画雑誌、1946年11月に創刊、1968年3月号をもって休刊。創刊当初は戦前の少年クラブ等の流れを組み、a 語版の読み物中心の編集であった。その中で、 江戸川乱歩作の読み物として、少年探偵団シリーズが連載され、怪人二十面相と戦う、名探偵、明智小五郎と、その助手の小林少年の話が喝采を浴びた。しかし、少年画報や、冒険王、おもしろブックなどといった後発の少年雑誌が、漫画や、絵物語を中心とした編集で急成長を遂げると、同志も漫画に力を入れるようになり、 1952年に、手塚治虫の漫画、鉄腕アトムの連載が開始され、1954年1月後からは、他紙に追随し、サイズが B ご飯に拡大される。昭和30年代に入ると、横山光輝の、鉄人28号、堀江拓の、矢車健之助といった漫画の連載で弾みをつけ、さらに30年代の後半には、白土三平の、すけ、 関谷久志のストップ、兄ちゃん、藤子藤雄 A の忍者服部とくんといった人気漫画作品を次々と生み出し、少年雑誌ナンバーワンの地位を少年画報から奪い取った。また、同志は付録にも力を入れ、別冊付録としての小冊子が何冊も付いたほか、様々な小物が付録として付けられる時もあった。このように一世を風靡した。 少年月刊誌の一つであったが、昭和40年代に入ると、他の月刊誌同様、テレビと少年週刊誌の台頭によって、売れ行きが伸び悩むようになり、1968年3月号、限りで休刊を余儀なくされた。公文社文庫から少年傑作集として、掲載作品の一部を抜粋したシリーズが、刊行された。作品だけでなく、 本文広告なども当時のものが掲載されている。全6巻、ありがとうございます。